跳ねてますね。やっぱりムニエルはね、本当熱々を食べるっていうのが一番ですよね。さて、いただきます。あー、でもこの香り本当にあのね、焦がしバターって何とも言えない、でも言えない香りがしますね。その焦がしバターと、イサキ、ベーコン、やっぱりトウモロコシの相性、まずトウモロコシからいきます。さて、イサキです。これは合わないはずはないですよね。イサキって結構あの、まあ、肉的なこう旨味、あの味があって、バターとの相性がまた最高にいいですね。そして今度はイサキと、ベーコン、トウモロコシ、まあ、これを一緒に食べちゃいます。ムニエルって考えたら本当に久しぶりに食べましたね。我々が料理の世界に入った時に、舌平目のムニエル、これ必ずテキストにあったし、まあ、調理師学校でもムニエルはあの最初のうちに習ったかな、粉をつけてバターで焼いて、最後の焦がしバターレモン、このイサキ、これはやっぱりね赤ワインですよ。で、うちの支配人ソムリエの、鈴木の方に、これに合う赤ワインをあの用意してもらってます。鈴木さん、じゃあこれちょっとお願いします。はい、じゃあ今日は、北イタリアのワインを、じゃあのバターあのしっかり使うということで北イタリアを選ばせていただいて、まあ、ベーコンとトウモロコシが入る特別なムニエルなので、まあ、赤ワインということで、はい、じゃあまずこちら口に入れますね、はい、じゃあ前からごめんなさい、はい、すごいバターが溶け込むよね、口の中にこうムニエルのバター、あのさっき表現した味が全部残ってるところにこの赤ワインがなんともこう素晴らしいマリアージュになりますね。もともとこれあのレフォスコっていうブドウを 100% 使ってるんですけれども、この作り手さんは2種類のレフォスコをブレンドさせて、さらに樽に寝かせて、複雑味を出してます。で、ヴィンテージも2011年でちょっとこなれた感じになってますので、全体的に味わいがバランスいい、すごく渋み、苦み、果実味、酸味全部が馴染んできてますね。いや、最高です、ありがとうございます、まあ、あのムニエル、まあ、今回はですねこのイサキ、ベーコン、トウモロコシを使い赤ワインに合うっていう仕立てにしましたけども、通常はこのトウモロコシもベーコンも入らずに、まあ、白身魚であったり、まあ、サーモンで作るのが一般的だと思うんですね、まあ、そういう一般的に作るムニエルに合うワインも用意してくれてるんで、はい、一応他に、3種類ご用意させていただきました。白身魚の、まあ、バターをしっかり使ったあのムニエルであれば、樽が効いたシャルドネなんかはすごく相性いいと思います。で、これトレンティーノっていうあの北イタリアのシャルドネなんですけれども、樽の効かせ方がすごく優しくって、あの魚介にもすごく合わせやすい一本になってます。で、樽がちょっとお苦手な方とかでも、構成のしっかりした果実味のしっかりしたワインもすごく合わせやすいですね。これはあのトスカーナのベルメンティーノっていうブドウを主体にしたワインなんですけれども、あの柑橘の香りが特にしっかり出てて、中でも発作、夏みかん、ちょっとこういい意味で果実味とあの苦味が特徴のワイン。で、これはあのバターをすごくあの中和してくれるというか、なじませてくれるというか、はい、後味もさっぱり召し上がっていただけると思います。で、最後は赤ワインを用意したんですけれども、あのサーモンなんかのちょっとこういい意味で癖のあるあの味の濃い魚には赤ワインの方が馴染みやすくって、
これあの山梨のメルローなんですけれども、あの果実味と酸味のバランスがすごく良くて、さらにあのフレッシュの果実のみずみずしさも残っているので、すごく魚介にも合わせやすいと思います。はい、ありがとうございます。いやでもね、あのお料理とワインっていうのはやっぱりあのお酒好きな方はあの何とも言えないもう幸せな時間になりますよね。まあこのワイン以外にも例えば何が合うんでしょう、ミニエルには。例えばビールとか日本酒とか。日本酒なんかもいけますね。純米酒とかちょっと甘みのあるものはすごく相性いいと思いますし、うん、酸味よりも、はい、ビールなんかもいいですね。ビールもいいですよね、はい、黒ビールとかでもいいです。苦手な方はどういうものをおすすめしますか。お酒苦手な方、まあ、これいきなりのフリなんだけどお酒苦手な方何がいいですかね。あのミネラルウォーターでもこう普通のあれよりもガス水合いそうですね。合いそうですね。さっぱり洗ってくれる部分はありますね。ガス水で例えばちょっとレモンを絞って爽やかにして。さすがです。はい、ごめんね、いきなり言っちゃってね。ありがとうございます。はい、はい、今回このムニエルご紹介いたしました。イサキもですね、トウモロコシも、9月末10月ぐらいにはシーズン終わるんですけども、今回続けての2回特別企画ということで映像と音を中心にしました。なので今回入れたんですけども、 YouTube のいいところは1年中見れるんで、来年もしあのフレッシュのものを、であのイサキとトウモロコシで作っていただいてもいいですし、あの缶詰のトウモロコシでも十分美味しいです。ということで、あの見て楽しんでください。次回はですね、あの同じような流れで、これあのロッピーさんのチャンネルでも放送しました、あの南イタリアのトマトソースをベースに、ペスカトーレを2種類なんです。2種類というのは1つはレストラン塩、1つは家庭でもできる塩、この2種類を、ご紹介しようと思います。では、ペスカトーレ楽しみにしてください。チャオチャオ。今回はですね、もう一つあのお知らせしたいことがありまして、最新の情報を概要欄に載せてます。興味ある方といいますか、まあ、みんな見てください。概要欄です、概要欄。よろしくお願いします。